こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は4月の5日の金曜日です。昨日ですね、自民党のいわゆる派閥のパーティー問題、この資金の不記載についての、方々についての処分がなされたということでした。私にもいろいろインタビューがたくさん来ましたけれど、私自身はですね、まあ今回の問題の本質は、まず安倍さんが辞めろと言った、この、不当な還付をですね、不正な還付をそのまま続けたと。で、その結果ですね、その派閥自体が、まあ、解散させられてしまうという、まあ、会社が潰れたと同じようなことになったわけですね。で、その責任は誰にあるのかと。これ一等重たいのは、その当時の派閥の幹部であることには間違いがないわけで、まあ、この方々が処分を受けたんですけれども、まあ、その処分の度合いはそれぞれの責任の大きさによって違ったんでしょうけれども、まあ、いずれにしましても私は党から処分を受けるんではなくて、自ら出社進退は処するべきであったと、そういうふうに言ってきました。つまり自ら自分の政治的責任はあるんだということを認めるということが大事なんですね。で、それを知らないと、検察に言われてないからということで、自分には全くの無実なんだという論法はですね、これはやっぱり政治の世界では通用しないということだったと思います。まあ遅まきながら処分されてしまいましたけれども、私はできたら、処分ではなくて自ら、腹を切っていただきたいと思っていました。まあそういうことで、ひとまずこの問題は、決着がついたんですけれども、それとは別にですね、というかそれに関連してですね、昨日もワールドビジネスサテライト、私が、このビデオで出演をしていましたけれども、彼らの関心はですね、要するに、そういう形で積極財政派の、まあ、一番大きなグループだった安倍派、旧安倍派がですね、その5人衆をはじめですね、ほとんどの皆さんが処分を受けると。で、そんな中で私が積極財政の財政政策検討本部の、まあ、本部長をしているわけですけれども、まあ、これで力が削がれて、いよいよ、財務省が主催している、財政健全化推進本部、こちらの方が力を持つんじゃないか、それがこれからの大きな問題だということで、まあ、そちらが当然力がついてくるだろうということを期待しているような報道になってました。まあ、ワールドビジネスサテライトというのは、テレビ東京さんですけれども、まあ、その親会社は、日本経済新聞社ですからね、まあ、日経というと朝日と、両局で、財務省のスポークスマンとしてですね、財務省の立場をずっと正しいものとして報道してきた、報道機関にしてはですね、まさに、この、安倍派の、裏金問題してやったりと、ここで、彼らの積極財政派を、追い落としていこうと、まあ、そういう、まあ、筋書きで、番組が作られたような印象を受けました。で、しかしそれは全く、お門違いであると申し上げなければならないと思います。と言いますのは積極財政派、どうぞ、積極財政派の、議会、財政政策検討本部、まあ、昔は100人ぐらいの人が来てたけど、今はもう数十人だと。で、それに引き換え、健全派の方はですね、もっとたくさんの人が来てたというような報道にもなってましたけれども、実はそこちゃんと映してもらわなきゃいけないんですけども、今回積極財政派はもともとですね、緊縮派の方も含め、党員全員にですね、国会議員全員に案内を出してるんですよ。フルオープンでやってるんです。ところが、この緊縮派って言いましょうか、健全派はですね、役員会ばかり繰り返していて、一体何の議論してるのかということで、我々が、批判していたんですけれども、今回初めて、フルオープンでですね、この、国会議員、自民党の国会議員全員に案内された。で、それで我々、検討本部の人間もですね、財政政策検討本部の人間も、たくさんそこに参加して、ほとんど質問してたのが我々の、関係の方だったんですね。で、昨日の、その、
財政健全化本部の講師はですね、国家公務員の年金機構の理事長さんですかね、松本隆さんという、もともと大蔵省出身で、最後は内閣府の次官をされて、ちょうど安倍内閣の時のですね、いわゆる三本の矢、これをですね、アベノミクスを作ってきた時の、事務次官ということで言われてきた、出てこられたわけですから、基本的にですね、財政を、積極財政をやるという人なんですよ、この方も。そして、大蔵省出身の方ではありますけれどもね、話をされていた内容は、高橋惠清。で、高橋惠清が、高橋惠清というのは、積極財政という形で、有名ですけれども、結局、積極財政ばかりじゃなくて、財政の健全化も考えていた。要するに、時と場合、臨機応変にやっていたんだと、こういう説明を、講演されていたわけですが、それは全くその通りなんです。ですから、我々、財政政策検討本部の、そこに属している、議員の方々もたくさん参加しましたけれども、話自体にはほとんど異論がなかったわけですね。で、それもそのはずなんですよ。で、我々、緊縮財政、それから積極財政、共にですね、デフレの時には積極財政をやらなきゃならないし、インフレの時にはあんまりやってはいけないと。これは当たり前で臨機応変にやらなきゃならないと。このことはですね、一番大事なポイントなんですね。で、緊縮派の方々の一番の問題は、とにかく、国債残高増やしちゃいけないと。ほっといたら、財政が破綻するんだという間違った、この宗教的なですね、価値に基づいてですね、とにかくいつでも何でも国債を発行しちゃいけないんだという、そういう堅苦な姿勢をやってきたためにですね、日本はデフレ化してしまったんで、それを直せというだけの話なんですね、我々はね。で、そこをしっかり、まず認識をしていただかなきゃならないと思っています。それから昨日実はですね、アメリカの大使館から、3人の方が来られてですね、大使館に勤務しているアメリカ財務省の役員の方、財務官の方もですね、来られまして、私にいろいろ質問をされました。で、要するに、MMT をはじめとする積極財政の話を、聞かれていたんですけれどもね。で、その時に、アメリカで確か、もともと MMT はですね、ランダル・レイヤー、それからステファニー・ケルトンさん、ケルトンさんには、確か3、4年前ですかね、来ていただいて、この東京に来ていただいて、対談もさせていただきましたけれども、あの方、どうされてますかという話を聞きましたら、実は大変今人気がないんだと。で、なんでですかと聞くとですね、要するに、アメリカでも、そういう国債を出してですね、どんどん積極的にやったら大変なインフレになったと。で、それで今人気ないんですと。そういうようなことをお話になっていましたが、それは当然でですね、日本はデフレなんですよ。アメリカもともとインフレだったんです。で、アメリカがインフレのところに、財政支援でどんどんコロナの時にですね、お金を出しちゃうと、それはとんでもないインフレになってしまう。で、結果的にですね、それを抑えるために、金利をどんどん上げていくと、こういうことになってるわけですね。だから、これこそまさに TPO で考えなきゃならないわけで、日本の場合には、もともとですね、デフレ、その中で、コロナが始まったと。で、それを、なんとか救援するために、積極財政で、100兆円の、国債を発行して、一挙にドカンと医療や、様々な業界の支援を行ったんですね。で、そうすると日本の場合には、もともとデフレですから、デフレからインフレ基調に変わってきて、そして、給料も増え、そして税収も増える、という良い方向になっているわけなんですね。で、まさに、積極財政というのは使うべき状況、TPO を考えなきゃならないというのが、これでもわかるわけなんですね。で、ことほどさゆにですね、要するに、積極財政がいいのか、緊縮がいいのか、健全な、財政の健全がいいのか、なんてことをね、日経はじめ、財務省は、言いたがるわけですよね。しかしそれは全然間違いで、健全財政とか積極財政とかに、意味はない。ましてや PB の黒字化にはもっと意味がない。意味があるのは何かと言ったら実体経済がどうなってるかと。
実体経済が黒字、要するに成長しているのかと、名目の、インフレが 2-3% ずつ毎年あって、給料も上がって、そして雇用もしっかり支えられている、まあ、そういう状態が正常な状態なんですよね。でところがそれが、名目の成長率が何にもないと、そして給料も上がらないと、ね、でそういう形でなってくると、これは完全にデフレで、将来の成長が見込めないためにですね、結局投資もしないという、またこの悪循環になってくるわけですね、なってくるわけです。だからそういう場合には当然お金を出して、民間にお金を使わせていくということをやらなきゃならないし、それが過熱しているときにはやる必要はないわけなんですね。だから PB とか、その国債額がいくらだという財政上の、つまり財務省の、自分たちが一番気にする そこだけを見てるんですけれども、財務省が見なくちゃならないのは財政だけじゃなくて民間経済、その全体のバランスが国との財政とどうなってるかという、こういう大きな視点が必要なんですよ。で、そういう視点で見ていくと、日本の一番の問題はですね、確かに、いわゆる、赤字国債がどんどん、積み上がって、もう1000兆円を超えるだけの、財政赤字になっている。で、これはもう世界でトップの悪い状態なんだ、ということをですね、向こうの本部長の方が言っておられますけれども、それもその通りですけれども、しかしもっと問題なのは、国がどんどんそれだけ通貨供給してるわけですよね。その通貨供給したお金はどこに行ってるのかというと、当然、これ国の中でお金使ってるんですから、日本国内の誰かが持ってる。それが、家計であったり、まあ、企業なんですね。企業部門なんです。で、結局ですね、日本の企業部門、民間経済部門はですね、この30年間ずっと、貯蓄超過なんです。貯蓄と預金、IS バランスと言いますけどね、インベストメントとセービング。でこの貯蓄と、投資と貯蓄、つまり投資というのは借金の方、で、セービングというのは預金の方ですね。で、これがどちらが多いかというと、正常な経済では当然投資の方が多いんです。借金の方が多いんですよ。で、あるにもかかわらず、日本の場合にはずっと貯蓄の方が多いんですね。つまり、投資をしてないわけです。お金を借りて投資をするんじゃなくて、国からもらったお金を貯めてると。こういう話なんですね。で、これが30年間も続いているというのがまさに、日本の一番の問題でしてね。その結果が、税収不足になりますから、つまり企業活動がまともにやってないから、結果的に税収不足になって、政府の方の、赤字が、政府の方の国債が、残高が増えてくると。これが原因で、国債残高を減らして政府の赤字を減らすというのは結果なんですよ。やらなきゃならないのは民間の経済を付加して、民間の経済がどんどん消費をどんどんやっていく。貯金よりも消費を、投資をしていくということになっていけば、結果的に税収が必ず増えるんですよ。増えることによって、プライマリーバランスは当然、良くなってまいりますし、政府の国債残高もそうそう増えないわけです。ですから、これを全体で考えてみると、政府部門の国債の増加額、それと民間部門の、この預貯金差し引いた負債の増加額、これを、足してどれだけ増えているのかというのをずっと研究していくとですね、この30年間、何にも増えてないんです。政府が増やした、国債借金は全部民間の貯金で、受動されてしまってますから、プラスマイナスゼロ。全然増えてないんです。お金全体の量が。でそうじゃなくて、正しい経済は民間の方が、どんどんお金を投資する。基本的に、この第二次大戦後の高度経済成長期ってのはまさにそうだったんですね。民間がどんどんお金を出す。でどんどん投資する。そして給料も払う。このために経済が成長していった。で、結果的に政府の方は赤字国債出す必要なかった。で、足すと、政府の国債の伸びはほとんどありませんから、民間の方がガバッと負債が伸びている。で、これが正常な経済なんですね。まあ、そういうふうに全体を見て物を判断しなきゃならないということなんですけれども、まあ、今回のワールドサテライトニュースで私も出演させていただいた後のビデオを見ましたけれどもね、どうもそういうことがこの作ってる側の人が分かっていないなということを強く感じました。まあ、こういうことも含め、
これからしっかりとですね、マスコミの方にも、正しい経済の、知識を持ってですね、解説をしてもらうように、私からもお願いしなければならないと思っています。まあ、いずれにいたしましても、これからが本格的な議論になってまいりますので、ぜひ我々の財政政策検討本部の議論、ご期待いただきたいと思います。今日もご覧になっていただきまして、ありがとうございました。